プロイセンの最高勲章、クロワッシュ勲章。ラテン語で、スームクイックウェイと記されている。ブーヘンバルと共生収容所の扉の上部、各人に、各人のものをは、ラテン語の表現スームクイックウェイをドイツ語に訳した、モットーである。そもそもは、ローマ法における正義の理念を表した、慣用句で、各人には、それぞれがオーブンに持つべきものを与えるといった願意で理解される。 英語では、ツ i t y o u r c o d i n g t o h i s m e r i t s などと訳される。口述のように、ナチスドイツが強制収容所のスローガンに用いたことから、ナチズムを連想させる文言であるとみなされることがある。元々のラテン語の表現は、古代ギリシアにおける正義の理念にまで遡るもので、各人に、各人の所有すべきものを、各人それぞれにふさわしいものをといった意味で、了解される。 プラトンの国家には正義は万人が自分のことに取り組み他人のことに干渉しない時に達成される。万人は能力と技量に従ってことをなし全体として国家と社会に奉仕する。また万人は己のものを受け取り己のものを奪われない。などと記されている。このラテン語の表現を有名にしたのは共和制ローマ期の政治家、文筆家、 哲学者であったキケロが残した、正義は、万人それぞれにふさわしく与えられる。ゆえに力は、困難と危機の際に現れるのであり、正義は各自それぞれにふさわしく果たされる、といった文言であった。東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス一世が、集大成したローマ法大全の第一部には、守るべきは、各人それぞれが、正しく生き、打たれることがないということとあり、 ウルピアーヌスの説として、マサヨシとは、万人に、それぞれのものを与えようとする確固たる高級的な意志であるが挙げられている。大前の執筆者であったトリボニアヌスは、大前の冒頭にこの語句を置いている。フリードリヒダヨーチカのプロイセン王国において、最高勲章であったクロアシ勲章には、ラテン語で、スームクイックウェイと、モットーが記されていた。当時、このモットーは、 王国を支えるべく団結している限り、市民は各人が自分の選ぶことをしてよいという意味に介され、プロイセン王国の自由主義と宗教的寛容を象徴する言葉とされていた。このモットーは現在もドイツの軍警察の起承に引き継がれている。1937年、ナチス政権はバイマル市近郊にブーヘンバルト強制収容所を建設し、 そのスローガンとして、各人に、各人のものを、イエダム出す財ねを、正門の扉の上部に、扉の内側から読み取れる、透かし文字として掲げた。これは、アウシュビッツ、ダッハウ、グロースローゼン、ザクセンハウゼン、テレジェンシュタットの強制収容書に掲げられた、働けば自由になると同様に、当時よく用いられた典型的な宣伝標語であった。この言い回しは、 ドイツ語圏においては、現在でも、ことわざとして日常的に用いられる表現である。また、バッハのカンタータの一つで、日本語では、神はただ万人のためにと訳されている、三位一体語、第23手術のための曲の題は、ドイツ語では、ヌアイエーダムダズザイネである。ドイツ語圏では、現代の広告キャンペーンでこの表現が用いられる、こともよくあり、ノキア、 ドイツのスーパーマーケットチェーンリーウェイ、バーガーキング、メルクール銀行などの各社が広告の文言としてイエダムダズザイネやその複数形の表現イエダムデンザイネを用いたことで物議を醸してきた。2009年1月エクソンモービルは広告キャンペーンでドイツのコーヒーチェーン店地ボの飲み物をエッソの店舗で提供した際にスローガンとしてイエダムデンザイネを用いた。 ドイツユダヤ人中央評議会からの抗議を受け、この広告は直ちに撤去されることになり、エクソンモービルのスポークスマンは、広告制作に当たった外注先が、この文言とナチズムとの関連を認識していなかったと述べた。2009年3月には、キリスト教民主同盟に関係する学生団体が、ノルトベスト・ファーレン州でこの文言を教育キャンペーンのスローガンとして用い、 後に批判を受けて取り下げるという事件があった。2009年9月には、それぞれのセーヌ川を意味するイエダム大ダイザイネという文言を載せたオーストリア航空の広告が意味は全く異なるものの、ドイツ語の見かけの上では定冠詞のわずかな違いだけで、イエダムダズザイネを連想させるとして批判を受け、回収になっている。ありがとうございます。